顔タン絡んでね、これそれにガーンってそんな白い濃いものを、うん、はい、ね、ではでは今月のトークですが、メールの方を聞けるのかな。メールの方ですが、うん、トークテーマに関しては、はい、残念ながら来ておりません。来ておりませんか。はい、まあ、ね、うん、前度のことですよ。前度ですか。前度のことですよ。前度のことですか。なんなら先月に関しては、メールをくれって言いましたね、僕ね、はい、ラジオ中ね、うん、まあ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 来てなくてもはいできれば来てほしいですけども。そうですね、僕らは皆さん ね、はい、皆さんのトークテーマをね、はいはい、に沿ってね、ちょっとね、メールを見てみたいんですけども、はい、今でも全然送っていいんだからね。いいんだからね。いいんだからね。いや、若いな。時間が違う。ということで、まあまあまあ、こっちで、はい、トークテーマ喋っていこうかなと思いますけども、そうですね、まあ、はい、元気でやっていきましょう、僕らもね。ということでですね、さっきもちょっと話してました、はい、ちょうど今月ですか。そうですね、はい、卒業式を迎えたシューマ君ですけども、はい、泣いちゃった。泣きましたね、ちょっとポロッと泣いちゃいましたね。絶対泣かないと思ったんですよ、今までも泣いたことがなかった。小中は小中はなんか泣いてない、一度も。おー、でも小中に関しては通ってたもんね。ずっと通ってました、ね、うん、で、高校は途中で変えて変わった高校だったけども、そうなんですよ、なんででしょういやまあそれが大人になったんですよね。もうおじさんぐらいになると何でもないことになっちゃうもうベタな CM とかでも、あ、これこう来るなみたいなもう秒で泣きますね。浜さんは卒業式泣きました？卒業式はね、泣かなかったかな。なんか俺はそんなみんな泣いてたっていう、女子は泣いてたけど、うんうん、男子はそんなんでもなくて、うんうんうん、でまあまあ今だからあれですけど、まあまあね、打ち上げ行って、うん、今日どこどこで打ち上げみたいな、わーって行って、でなんか俺部活やってたんで、あんまりクラスいなかったんですよ、うんうんうん、だから分かんなかったけど、クラスの女子とかがこう打ち上げとかでこうタバコ吸ってると、あの子タバコ吸ってたんだみたいなちょっとなんかショックではないけど、なんかああみたいな、まあまあ、感はありますよね。まあ時効ですからね、これに関してはね。あ、そうそう時効時効なんで、ね、全然もう何十年も前ですから、そう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 。でもまあだからなんか卒業はね、なんか、はい、泣いたというより楽しかったっていうまでがあって、まあ一次会そこでまあ居酒屋みたいなところでやって、孤独死するみたいなところでやって、で二次会は違うクラスと合同でなんか違うバラバラで集まってるところに行ってボーリングして、まあボーリングでダイブしてきました、楽しい。まあね、はっちゃけ声で迷惑かけたと思うんですけど、なかったと思うんですけど、面白くして、そういう感じでね、はっちゃけ声でやってましたよ。さあ、ということでですね、メールがいつ来ました？あ、なんと、はい、メール、はい、テーマですね、はい、卒業、はい、ということで、はい、北区民さんからあら、はい、メールをいただきました。北区民さん、ありがとうございます。ありがとうございます。ブーちゃんからの卒業、タマ様への入学どういうことこれ、ねえ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 、どういうことどういうこと、え、どういうこと、いや、ほんとにね、ね、これしか書いてないの。でもね、あれもハイスクールとカレッジってこと。あー、そういうこと俺、捨てられた感捨てられた感、半端ないけどこの支配からの卒業俺、しか支配してないし別に、クミンさん知ってる人だけど支配はしてないしそうなん、学校的な卒業ね、まあいろいろありますけど、まあこれはでも卒業っていう意味では何を卒業してもいいってことですよね。まあそうですね、お酒からの卒業とかね。お酒は卒業できない。タバコからの卒業とかそういうのもね。タバコもできない女からの卒業、女からは卒業してもいないし入学もしてない女はできないっつうまず入学式を終えてない。いや、終えてる終えてる終わってる終わってる、それは終わってる一度に卒業なされてそれまた別の機会にまあ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 もう一つ実はあ、まあまあ現在レンチャンでクミンさんから来ました。あ、来ました卒業式、卒業証書をタバコ吸いながらもらった25年前の春。ああ、もうさ、いや、クミンさんの年を知ってるから、はい、鬼面組だよね、はい、こうなるとね。
鬼面組の世界でしょ。ああ、でね。ハイスクール鬼面組。ハイスクール。なんかあるんじゃないみたいな。内容ですけど。鬼面組的な感じになっちゃった。わかる？シュウマ君、鬼面組って知ってる？いや、わからないですね。あ、ねえ、知らないと思うな。いやいや、知らない、知らない。鼻なっちゃったけどね。知らないよね。俺が知っててもびっくりされる漫画だからあれなんだけど、あ、漫画なんだ。漫画っていうか、うん、漫画だね。逆漫画あるちょっと特殊。え、でもね、最近、あれですよ、舞台とかでやってましたね。東京の方で。パタリロとかね、ハイスペースメモリーとかやってるし、ね、昔のものがそうやってリスペクトされてやれるってすごいなと思うんですよね。あれなんで、湘南なんとか族、爆走族、あ、爆走族、あの GTO のチリのやつ、そうそうそう、鬼塚、ね、俺らは先にそっちだったから、やっぱりなんか、あの、おおみたいなGTO は本当にね、あとのね、あれだから、あ、そうなんだ、物語があれ続いてる、なんかそのつながりが、うん、そうそう、鬼塚っていうキャラクターが昔、はい、暴走族の長だったっていう話、あれですよね。そうそう。で、まあ、リュウジって、ね、多分警察になったやつ、じゃあ、そうそう、警察。警察って、うん、ね、そうそう、なってるやつが、もうその、二人、ダブマブダチみたいな感じで。強いですね、そういう流れ。そうそうそう。うまいなと思って、あの、ちょっと、すごい面白い。ということで、あの、はい、メールもいただきましたけどもね、はい、卒業式で泣いたかどうかっていう話をぶちっちゃいましたけど、僕ら、はい、卒業式、はい、俺卒業式泣いたか記憶がない、なんだったらここ最近短期記憶したらないから、あの、障害なんじゃないかと思うぐらい本当に最近ね、短期記憶がない、あらら、いや、なんかね、今時期僕のね、知り合いの方とかもやっぱりちょっとね、あの体調崩したりもしてるんで、なんか皆様ね、本当お気をつけくださいね、点滴2回打ったって人もね、いるますし、そうですね、本当ね、あの体調悪い方もいるんで、まあ、無理はしないで皆さんね、この時期ね、本当でも本当に、ね、立て続けに続くんですね、この時期ね、良くないこと続いちゃうもんなんですけど、シュウマ君は卒業式の後に、はいはい、友達どっか行ったのか、ああ、もうないですね。あの、友達が免許を最近取ったので、車でそのまま家まで送ってもらったので、ないですね。ちょっと変ないじったりはしないですね。じゃあ、普通の友達で、あの、大阪の引っ越しもあったので、ああ、そうですね。この準備を家でしてました。素晴らしいですね。大阪はでもね、本当、車を運転するんだったら、ちょっと強引でも行かないと、本当になんか車線変更できないんじゃないかぐらいの。そうね。え、シュウマ君は免許持ってる？あ、自分は持ってないんです。ああ、ちょっと撮影の時とかこれからどうしようかなって思ってるんですけど、まあ大学の先輩だったりとか、移動現場はそうだから、でもどっかで撮った方がね、いや、そう、いいかもね。ちょっと時間かかるから、やっぱりね、時間ができやすいし、やった方が、そうですね。この時期、免許取りに行っても、どこ行ってもすっごい並んでるから、そうですね、みんな取りに行ってます、そうそうそう、今どうなってんの、合宿みたいなのあるのかな、合宿ありますよ、合宿、でも免許の合宿ってどれぐらいかかるんだろう、なんか1ヶ月とかで取れなかったんちゃったっけ、あ、そんな感じでしたっけ、1週間か1ヶ月とかそれでなんかね、取れましたね、昔はね、昔はね、今通いで学校行っても、やつまあ長くても3ヶ月とか4ヶ月ぐらいで取れるかなと思うので、はい、取れるときに取っておいた方がいいかもしれない、そうですね、まあ、やったでために今後のためにね、取っとくのもまあ一つの手ではありますけど、今のうちにね、そうそうそう、まあ、彼女ができた日には彼女いるのかないるのかないねえのかなみたいなそういうのもね、ありますからね、あら、すごい今ちょうどいいメールが来ましたよ、うん、その中ラジオネーム、今旦那から、あ、はい、はい、卒業式の思い出といえば、短大卒業式の当日、とある後輩に当時片思いしてたんですけど、まさか、卒業式に向こうから卒業されるということがありました、今となってはいい青春でした、隣大丈夫卒業証書の2つだったんですか
ですね。まあ、あれですよ、だって卒業式で後輩から卒ね告白されてるんですよ。どんなおのろけっていう話ですか。ああ、そこはね、これアニメの世界ですか、完全に。今旦那さんっていう人を知らない方にちょっとあれなんですけど、まあ僕と同い年の方なんですけど、まあ噂によると若い時はシュッとしてイケメンだったっていう。へえ。まあ今の話は皆さん見てから。はい、見てから。見てから。見てから。ね、人の価値はいろいろですから。そうですね。はい。いい男ですよ。いい男ですよ。いや、いい男ですよ。あのね、今旦那という方を見たい人はですね、あれを見てください。あの24時間テレビを。僕らの動画で24時間テレビをやったので、はい、そちらの方に今旦那さんが出てます。はい。見てください。現在の今旦那さんが出てます。まあ、ぜひ見ます、はい、自分も。ぜひ見てください。この人が、この人がこうだったんだなっていう感じで多分見れると思いますよ。はい。楽しみ、なかなかキャラクターはすごいですね。やっぱりキャラ濃いですよ。キャラ濃い。なかなかキャラが濃い。すごい喋るわけじゃないけど、キャラが濃いってなかなかないな。うん、うん、まあまあ、すごい偉人ですね。偉人。うん、はい。そんな感じでございます。はい。というわけですね。はい。それではね、この後のコーナー、そこでに入る前に、もう一度メールアドレスのね、じゃあ確認をここら辺で理解しておきますか。はい。はい、アドレスは、ドルナマラジオ@yahoo.co.jp、ドルナマラジオ@yahoo.co.jp、はい、ドルナマラジオのスペルは、DORUNAMARADIO、はい、ドルナマラジオのスペルは、DORUNAMARADIO です。はい。というわけでね、週末への質問やメッセージもお待ちしております。はい。はい、では、それではこの辺で後半に参りましょう。